梅雨の晴れ間となりまして夏日となりました水面上、5日目となりました第33回グランドチャンピオン SG の5日目、後半準優勝戦を控えまして水面上は7レースの一般戦となります。水面コンディションですが、この時間帯もバックストレッチ側からの横風、比較的風は弱い状態となっています。スタートライン付近です。スタートまでは1分を切りました。昨日は2着2本も予選突破もう少しというところでした。1コースが1番の上平慎二、初戦以来のシリーズ2勝目を狙います。1番の上平が1コースに入ります。続いて2コースには2番の土屋智則、前半戦は3着、そしてここに来て3着並べる3コースに3番の篠崎元志、4コース角には4番の西山貴弘、前半2着差し切るまではもう少しという展開でした。5コース前半逃げて1着は5番の秋山直之、6コース前半戦ではまくりに行く展開でした6番の上野慎之介です。枠なりの3対3でスタートまで10秒を切ります。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。3コースから外が狙ったスタート、少し1、2コース遅れました。3コース寄せていく篠崎ですが、2コース壁になる。この間に1番の上平は逃げる、まくりきれませんでした。3番篠崎、内をついて伸びてきた5番の秋山、一気に先頭まで並んできました。差しが届いて、しかし1番の上平が直線伸び返す。手先は一瞬完全にかかった秋山でしたが、伸び返した1番上平先頭。スタートは前提正常です。2番手内から4番西山上がってきた。ここに5番の秋山差し返す。もう1回内から先頭を追い詰める。さあ今度は平先がどうかというところですが、かかりません。1番上平ここでも飛ばします。直線では分があります。1番の上平リードは2手進半と広がりました。秋山2番手、そのうちに狙ってきたのは3番篠崎で2周1マーク。ここでは5番の秋山かわして2番手、一方3番手外から2番の土屋並んで、さらに内から4番の西山も上がってきました。ここで真ん中やや包まれる形は3番の篠崎ですが、まだここは3手混戦の3番手らしいです。2周2幕、ここは内から4番西山先に丸体勢、外から行くのは2番の土屋届きません。3番篠崎も差し返しますが届きません。ここで4番の西山が3番手抜け出してきました。時計前ではリードは3手進で、上位3手は1番5番4番です。最終周回に入りまして、先頭が1番の上平、追い詰めた秋山でしたが2番手まで、そして3番手は4番西山の後ろ、少し3番篠崎差を詰めていますが、まだその差は2手進半ぐらいで、3番手4番西山が守ります。2連単の1番5番では10倍ちょうどの図、3連単の1番5番、4番では 32.2 倍です。最終ターマーク最後内をついて3番篠崎ですが、ここは西山3番手守りきります。先頭1番上平五輪、5番秋山五輪、4番西山五輪、3番篠崎五輪、2番6番は接戦で五輪。